何の嘘でもそのみかん。うん。犬散歩してる人めっちゃ多くて、多分この辺に住んでる人8割犬飼ってるんちゃうかなっていうぐらいめっちゃ犬おるんですよ。10歩歩いたら1匹おるぐらい。将来犬と住みたいんですよ。だから可愛いなって思って今見てる。眩しいんだけど、朝すごい。何にしようかな。明太子フランスめっちゃ好きやからパン屋行ったら絶対明太子フランス買うんやけど、これ食べるのめっちゃ時間かかるじゃないですか。んでこれはお昼ご飯に置いて、んで私塩パンめっちゃ好きなんですよ。塩パンでも今は食べない。これベーコン高いか。なんか川が大雨降った時に川が溢れないような工事をしてるみたいで、なんかすごいこういうのに税金を使われると嬉しいですよね。町の人々のために、目に見えてわかる嬉しい使い方。真ん中にしか具材が入ってないから、ここからここまで全部パンでたどり着かない。贅沢食いしていきなり真ん中から食べれるように横食い。もうこの味ついてないところも、塩パンと一緒で無の心で食べるのが好きなんですよ。なんかし、なんやろ、なんかガムと一緒でなんか集中力が高くなる気がする。ずっと噛み続けるから、パンって。
工事が始まりました。ユンボが動いてます。大変やね、土日も工事するの。日曜やってないか、土曜日、土曜日なんですけど、今日大変やん。この辺芝生なんですけど、誰が買ってるんですかね。市役所の人。なんかね、綺麗に綺麗に整備されてるんですよ。まあ後ろに映ってても綺麗やろ。綺麗にね、夏前になんか綺麗に買っていってるんですよ。あれって誰がやってるんですか。暑い中こうやってさ、犬の散歩したり、あのランニングしたりね、ピクニックしたりね、もう気持ちよくこう河川敷で過ごせれるのっていうか、そういう方々の努力があるからなんて、マジ感謝しかない。誰がやってるのそれ。市役所の人か。誰がやってるんですか。もしよければ教えてください。マジカモメもさ、気持ちやすそうに泳いでて、なんかこれぐらいのでかい魚今おってんな、そこに。こんなでかい鯉みたいな、寒いんでちょっと帰りたいですね。なんかこう太陽を浴びて光合成するのすごい大事やなって思って、できてよかったです。今日はめっちゃ髪伸びたよな。もう髪切り通って切り通ってしゃあないよな。やばない。気づいた、こんな伸びてもんだ。若干食欲が低下する。ノールムナク、雨、動画撮ってようが誰も気にしないところがいいです。
すごいお年寄りが多いんですけど、多分 7割方お年寄りになっちゃうかなっていうぐらいお年寄りいっぱいいるんですけど、なんかみんな何やろ、他人に興味がないって感じがするんですよこの街。そこがすごい好きで、例えばなんか大通り沿いにあるなんか大通りのさ、大通りにさなんか木生えてるじゃないですか、あの車道とさ歩道の間に。であの木がなんか切られ、工事で切って、でなんか切り株だけ残ってたんですよ、あの点々とね、その大通り沿いに。そこであのお年寄りがその切り株に座って散歩の休憩してて、あ、なんかめっちゃいい街やなと思って切り株の上座るんや。あとはあの固くなに杖を持たずに散歩するおじいちゃんとかおるんですよ、家の近所に。固くなに杖を持たず、あの家の塀をこうやってなんかスパイダーマンみたいに手ペチペチして散歩してるヨボヨボのおじいちゃんがいたり、あとほんまに一回あのなんか幻覚見てんちゃうかなって思ったことがあって、なんか犬の散歩してるおばあちゃんがいたんですけど、あの犬とおばあちゃん後ろ歩きで散歩したんですよ。一回だけ見たことある。それ以来見てないんやけどさ、あれ奇跡やよな、たまたまタイミングが良かったのか。犬もあの後ろ歩きで散歩してたよ。ほんまにその一回しか見てないから、なんか未だに夢やったんかなって思う。現実じゃないって思ってる。てかあれは何？ずっと目の前に流れてっているものを見ながら喋ってたんですけど、ちょっと見せるわ。鳥がこう集合してお昼寝してるのかなと思って、可愛いって思ったら全然ゴミでしたね。全然可愛くなかったズームした。目悪いからさ、私コンタクトしてるんですけど、コンタクトしててもちょっと度数落としてるんではっきり物が見えないですけど、ゴミでした。ちゃんとズームしてみたら、スマホで。ほな帰りますか。ごちそうさまでした。